はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はドイツにいます。今日は私の実家を皆さんに紹介したいと思います。ホームスイートホーム、はい、まずは入るときにここに靴を脱ぎます。玄関がないよ。外国人はさ、ずっと靴履いてると思ってる人はいると思うけど、家によっては全然靴脱いだりします。ああ、でもそんな 100% 脱いだりすることもないから、全然このスリッパで外に出たり、普通にこの靴であのキッチンに入ったりすることがあるから、あの日本みたいにここまでは外、こっちまでは中の玄関みたいな段差とかないから、ここでさ、靴脱ぐじゃん、みんな、うん、なのにさ、たまにさ、お母さんとかさ、靴のままそっち行ったりするじゃん。そうでしょ。そのさ、感覚の違いが分かんない。キッチンも入ったりするんだよね。あ、そう。靴を脱いでいくときとさ、靴履いたまま行くときの何、あの気分の違いは何だ。気分の違い。だから混乱するんだよ。便利さ。だから俺も靴で行っていいのかどうか分かんないからさ。行っていいよ、別にどこにでも。靴で行って怒られたら嫌じゃん。いや、怒られることはない。だからなんかね、その日の気分によって。だからゲストが来るときに普通に行ったりとか、ああ、そっか、靴脱がないもんね。そう、脱いでもらわないよ。ハローママ。ハローママ。ハロー。次は、ここのすぐに、どっちかというとゲストトイレ。私たちのトイレは全部魚で溢れてるみたいな。かわいいよね。かわいいでしょ。魚まあもちろんですけど、ウォシュレット等はついておりません。何もついてないけど、あれがついてるよ。お尻が寒いから日本から持ってきたシールを貼りました。お尻シール貼ってます。もうお尻が寒いから。お尻シールないと超寒いよ。こんな感じでトイレです。で、ここにママの庭の写真だったり、どこかに遊びに行った時の写真だったり。ああ、自分で作ってんだ、こういうの。そう、毎年自分で作ってる。すごいじゃん。じゃあ、キッチンに案内します。キッチンは、ヨーロッパはこんな感じが多くて、ここはキッチンが作って、あっちは食べる。いいよね、ここがめちゃくちゃ明るいから、いつも毎日朝、日の光を浴びてご飯を食べるって感じで、あとは、まあ広々したキッチンで、それに対して狭いという文句とかもあったりするけど、日本人から見るとあんなに広いキッチン。狭くないよこれ。でしょ。めっちゃ広いよ。めっちゃ広いでしょ。だってここでさ、IH があって、そっちでカットできたりして。でしょ。で、こっち電子レンジとか。そう全然広いよ。しかもやっぱ海外のキッチンはおしゃれに見える、俺からすると。これ食洗機。そう、食洗機がでかいし、あとオーブンもでかいし、で、これが俺好きです。あ、そうなの。この海外っぽい、このぶら下げてる感じ。海外に来たなって思う。あ、そう。あと包丁もめっちゃ白いよね。あ、そうだ、ね。あとこのさ、でかいこのボッシュのミキサー。うん。あとおしゃれなコーヒーメーカー。これ最近買ったけど、私の両親。作り方めっちゃむずくて、私はもう一人でコーヒー作れない。あ、ここで豆を焙煎するの。ぐる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 って粉にして、ここに入れて、で、これでなんかこう、はいはいはい、よくカフェでやってるよね。そうそう、カフェでやってるやつと一緒。あと特徴的なのはそれだよ。それ見て、これ家庭にさ、こんなんがあるってすごいよね。パンをスライスするマシン。動かしてみて。そう、ここにパン挟んでスライスするマシンが。で、パンだけじゃなくてソーセージとかもスライスできるし、うん、あとはチーズとかいろいろスライスできたりする、ね、日本と全然違う。めっちゃ便利。あとこれもおしゃれ、見て。これちなみに冷蔵庫です。めっちゃパンパンだよ。パンを冷凍してるね。ちなみにその次は枝豆だよ。本当だ。枝豆。ママは枝豆好きだからね。で、ここにいろんなものがあります。パパとママは料理好きでグルメなので、毎日いろいろ作ってるので、パンパンです。いつもパンパンです。いつもパンパンだから、下にもう一つあります。下に案内します。ちなみにここは地下1階です。ベースメントです。ここに2つ目の冷蔵庫があるんですけど、タカが好きなものが今たくさんあります。わお、すごこれがドイツの冷蔵庫の中身です。全部ビールです。違いますよ。全部ビールです。全部ビールです。違いますよ。ビールです。違いますよ。これはタカのために買ったビールの種類です。毎回僕が来る時にはビールを揃えてくれます。そう。だからタカと一緒に飲むのがパパの楽しみ方です。また上に行きましょう。はい。ちなみにここにかかってる絵、全部ママが描いたもの。あ、そうなの。
え、あれもそれもすごいじゃん。そう、絵のセンスがあるんだね。でしょ。で、ここはリビングです。あるまま。ここはリビングです。私たちのリビングにハンモックがあって、それもあの全部のドイツの家にあるわけないけど。これいつも何回もやる。これさ、透明だからさ見えないからいつも当たる。はい、気をつけて。ハンモックがあるってすごいね、家に。ハンモックがめっちゃいいよ、これ。あー、タカ続いてやってください。これめちゃくちゃいいよ、これ家にあると。私はここにいる。なかなかね、こんなでかいハンモック日本の家にかけれないけど、うん、ちなみに奥には暖炉もあります。あー、そう、冬には本当に寒いからね。あのセントラルヒーティングがあるけど、それが足りない場合はここで本当にあのキーでここを燃やして。ここに薪があって、ここで燃やします。ちなみにさっきの地下のベースメントに薪がいっぱい並んでて。あ、そうそうそう。で、パパはお酒が大好きなので、ここにウイスキーで、私たちの新しいソファーがめっちゃいい。なんかマッチしてるよね、全体的に色が統一されてるね。もちろんベージュで。もちろん、それはママのセンスだよ。パパ行きますか。庭も紹介しましょうか。 OK。 じゃあリビングからまず扉でっか。ああ、まあね。ここは普通にあの寒い時にも外で過ごしてるというドイツの文化です。だから3月4月でもここに外に座ったり。ここでよくご飯食べるからね。そう、日の光を浴びながらこういうものを飾るのが好き。ママはアンティーク好きだからね。そう、アンティーク好き。庭の至る所にこういうアンティークのものがね並んでて、すごいよ。ちなみにあっちにもハンモックがつけれるよ。あ、そうなんだ。そう、最高じゃん。そう、あそこで夏に中に戻りましょう。寒い、肌寒くない。確かに寒い、ちょっと寒い外は。お、またまた消えちゃったダメかもう本当に学ばない男です上に行きます。ちなみにレナのお家は地下1階、地上3階建てです。Yes。 何それ？めっちゃ良くない？東南アジアのお寺の置いてそうな感じだね。そうそうそう。はい。ここは2階です。2階に4つの部屋があって、昔はここは私の部屋だったけど、で、これお兄ちゃんの部屋だった、うん、で、こっちは両親の寝室、うん、で、ここは共通の、バスルーム。バスルーム。今はもう子供がいないから、この部屋が完全にコロナの中でパパのオフィスになりました。おー、ホームオフィスだね。ホームオフィスです。ここは昔はレナの部屋だったってこと。そう、だからこういうスタイリッシュな。本当だ、なんかおしゃれなライトとか壁紙もなんかおしゃれ。これ貼ったの、書いたの自分で。書いた自分で。すごっ。こんな感じです、レナさんの昔のお部屋。そう、まあ日本のね、子供部屋と同じぐらいの広さかもしれない。サイズは一緒ぐらいじゃない。ね、ベッド置いて机置いたら、うん、まあちょうどいいぐらいの。もう本当に5歳から18歳までここに住んでました。お兄ちゃんの部屋はちなみにリラックスベルネスマッサージルームに変わりました。こっちはまたイメージが変わるんだねすごいでしょ。そうそう。で、ここでママが人のマッサージをしてあげる。で、これ本当だ。あ、ジャパンだ。ジャパンですよ。これ、江ノ島の近くのあれじゃない。そう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 。本当だ、そっか、ママとパパは一回ジャパンに来てるからね。そう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 。あ、マリコさんもいる。うん、そうそうそう。うお、タイプライター。これめっちゃ古いよ。押していい？まあ押していいよ。お、めっちゃかっこいいじゃん。これ欲しいわ、家にインテリアとして。私のおばあちゃんの家にあった。昔本当にあの家族が使ってた。タイプライター。そう。という感じでお兄ちゃんの部屋はママのリラクゼーションルームに変わっております。イエス。あ、ここにいろんな写真がありますよ。そうだよ、私はめっちゃ可愛かったよ、見て。え、これレナ？そうだよ。え、本当に？そうだよ。全然違うね。え、そう？なんか目がめちゃくちゃブルーだね。そうだよ。ちょっと反射してうまく見えなかったかもしれないけど。これも私だよ。え、これ？可愛いでしょ。男の子みたいだね。おい。
これお兄ちゃんだよ。本当だ、お兄ちゃんのアランのちっちゃいのそんな感じ、行きましょう。これはこれママ。あ、ママなんだ。ママの今の顔と一緒だね、面影あるわ。じゃあ上に行きますか、坂。ここから、今ここが2階ですが、この上が3階です。私たちは今住んでるところ、3階の屋根裏に今居候しています。めっちゃ少ないかもしれないよ。こちら世界地図、これママとパパが旅行行ったところに多分ピンを打ってたね。うん、そうそうそう、いろんなとこ行ってますね。そう、まあとりあえず私たちの部屋を見ましょう。私たちのお部屋でございます。はい、この10日間暮らさせていただいてます。これです。俺この部屋大好きなんだよね。ああ、なんで？海外のさ、家に来たって感じですね。この屋根裏のこの斜めになってる感じが。ちなみにここね、開けるとね、あの屋根がここに窓がはまってるから、そのまま外に繋がってるの、屋根が。そうだよ。こんな感じで、これも海外って感じがする。あ、だから向こうに見えるじゃん。向こうの家がさ、なってるんだけど、あんな感じで屋根の一部が窓になってて、それが開くようになってます。だから雨が降ったらびしょびしょになります。なんだ、気をつけないと。で、この部屋は、まあ、こういうソファがあったり、今ここで寝てるけど、そうだね、でかいテレビがあったり、あとは、ママが寒いのが嫌いだから、最近、このサウナをインストールしました。すごいね、家にさ、サウナ置いてるってすごいよ。一回使ったことはあるよ、先週。めちゃめちゃ良かったよ。ドライサウナですかね。ああ、そうそうそう。あの、遠赤外線とかで温める感じ、赤いライトで。そうそうそう。だからあのベタベタになる感じではなくてドライサウナです。でも1人頑張れば2人座れて、そう、頑張れば2人が座れる。屋根裏の3階にこんなものを置いてるとは、さすがドイツ人です。そう、日本では考えられなくない、こんなの家に置くって。だからレナとさ、アランがさ、家に住んでる時はここは何になったの、何の部屋だ。ゲストルーム。あ、誰かが泊まりに来た時に、今でもゲストルームだ。ここを使って泊まってもらってんだ、友達とか来た時に。そうそうそう、十分広いもんね。めっちゃ広い。で、プライベートのトイレもあるから、うん、最高です。はい、めっちゃ快適に暮らしてます今。で、こっちが3階にあるバスルームですね。そう、めっちゃ十分ドイツっぽい。そうだね、シャワールーム、シャワーがあって湯船はなし、トイレがあって、で、ここにも屋根裏の窓があります、うん、じゃあまた下に行きます。これはめんどくさいところだよ、階段が多い。俺ね、エレベーターが欲しいんだよ。だからお父さんとお母さんに来年までにエレベーターインストールしてってダメだよお願いしとかなきゃいけない。ダメだよ。でこれ地下1階から3階まで上がろうと思うと相当な運動だよ。そうだよ。で、私はなんか忘れた時にまた上がったり、また下に来たり、ね、ああ忘れた、また上に忘れ回ったら地獄です。もうあれ、フィットになるよ。めちゃめちゃフィットになるよ、こんな痛い。はい、で、このソファで最近動画を撮ってます。これが私の実家の紹介だったけど、皆さんどんな感じを持ってるかをコメントで教えてください。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。